今時大卒は当たり前、その大学だってピンからキリまであるっていうのに、そこにすら引っかかってもいない中卒社員なんて底辺も底辺なんだよ。いわば社会のゴミだ。わけあって中卒の俺を見下すのは難関有名私立大卒の部長。それが彼の自慢だった。お気に入りの部下たちもみんな難関校の出身者だ。そのため配属時に履歴書を確認され、高校もまともに卒業していないということで、俺はすぐに彼のターゲットになった。あー、バカな頭が映っちまう。俺に近づくんじゃねえぞ。中卒なんて社会不適合者なんだからな。そして部長は俺に向かってしっしっと手を振る。寝て言われてるよ。これだから大学にも通ってないやつは。学歴のある同僚たちも部長と一緒になって笑ってくる。肩身の狭い思いをしながら仕事を続ける俺。正直もう限界だった。そっちがその気なら俺にだって考えがある。今に見ていろ。俺は反撃の一歩を踏み出す決意をした。俺の名前は用村博人。とある日本企業に勤める一社員だ。幼い頃は父の仕事の都合で海外に住んでいた。数年おきに次の国へ引っ越すため、小さい頃の俺には友達があまりいなかった。日本人の少ない地域に住むことも多く、海外様式の生活に馴染むのにも苦労した。生活も文化も違う国に来ると緊張するな。父さんも緊張するの？もちろんだよ。日本には日本の、外国には外国の良さがある。だけど馴染みのない習慣や独特の食べ物なんかには毎回ドキドキするよ。あんなに英語が堪能でどこでも堂々としている父さんも俺と同じ気持ちなんだ。そんな俺の不安をよく理解してくれたのが他でもない父だった。そして日本にあまり住んでいない俺に日本の良さを教えてくれたのも父だった。日本食の美味しさ、日本特有の文化やマナーなど、海外に住んでいるからこそ見えてくる日本の良さをことあるごとに父は俺に話していた。この国にいる人にとっては父さんたちが日本人や日本の代表みたいなものだろう。日本の良さを伝えるためには日本人である自分の態度や姿勢も大事だと思っているんだよ。俺はそんな父が大好きだった。仕事も忙しいだろうに、休みの日にはたくさん遊んでくれた。たまに休日でも仕事の連絡が入ることがあった。今まで俺とキャッチボールをしていた優しい父の顔とは違う、キリッとした表情と堂々とした話し方。父の口から出てくる流暢な英語に驚かされると同時に強く憧れた。引っ込み思案でなかなか海外の友達とも馴染めなかった俺は、仕事で取引先の人と臆せずやり取りをする、そんな父をかっこいいと思ったし、いつか父のようになりたいと思っていた。そして高校への入学を控えた頃、俺たち家族は日本へ帰国することになった。新しい生活への不安はもちろんあった。でもどんな人とでも堂々と会話し、いつも紳士的な態度を忘れない父と同じようになりたかった俺は、日本の高校ではできるだけ積極的に友達を作ろうと努力した。誰とでも目を見て話すことを意識し、係の仕事なんかも積極的に関わるようにした。そのおかげで高校ではいつも一緒にいるくらい仲のいい友人ができた。だけど、そんなごく普通の高校生活を送っていたある日のこと。持村博人くん、至急職員室に来るように。博人、お前なんか悪いことでもしたのか？何もしてないけどな。校内放送で呼び出された俺が職員室に向かうと、担任の先生の顔が青ざめていた。お父様が危篤らしい。あまりに急な出来事で心臓がバクバクしていた。俺は荷物もそのままに職員室を出て病院に向かった。けれど到着した病院には泣き晴らした目の母と冷たくなった父がいた。父さん、なんでだよ。その後の医師の説明を俺はぼーっとしたまま聞いていた気がする。父は仕事中に倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまった。心臓発作だということだ。
大好きだった父、俺に日本の良さを教えてくれた父、日本での生活に不安を覚えていた時も励ましてくれた父、いい大学に行って父と同じような仕事をするんだ、忙しい父のために将来は国内旅行をプレゼントしてあげるんだ、そんな夢が何一つ叶わないまま、俺は突如大好きだった父を失ったのだった。それからの俺は抜け殻だった。父の葬式が終わり、四十九日が過ぎても塞ぎ込んだ気持ちが上がることはなかった。高校の友達や担任から連絡も来ていたけれど、父のいない世界で生きていくことに意味を見出せず、いつしか部屋にこもりっきりになってしまった。友達からの連絡もだんだん減っていった。俺はそのまま外出することすらままならなくなってしまった。出席日数が足りなくなり、結局高校は辞めることになった。今時中卒なんてと親戚から言われることもあったが、大好きだった父がいなくなり、何もする気が起きなくなってしまった俺は、学校に行くことに意味を見出せなかった。部屋にこもり布団をかぶってぼーっと過ごす俺を、母だけがゆっくり休んだらいいわと見守ってくれた。どうしたらいいかわからないまま、かなり長い時間を過ごしていたように思う。そんな時、父の仏前を訪ねに来る客人の姿を目にしたことがあった。父の好物の羊羹を仏壇に備えたその客人は、父の仕事関係の人のようで、母としきりに父の思い出話をしていたようだった。その時に気づいたんだ。父が亡くなり、傷つき、悲しんでいるのは俺だけじゃないって。母はきっと俺よりももっともっと悲しいはずだって。それなのに俺のことを一番に考えて、ずっとずっと待っていてくれた。これ以上母に迷惑をかけるわけにはいかないよな。それにこんなに慕ってくれている人がいる父に恥じない自分になりたい。高校もまともに出ていない俺が就職するのはなかなか大変だったが、父と一緒に過ごした海外生活で養った英語の力が俺にはあった。得意の英語を生かしたいと思い、今の会社に就職することにした。俺が就職した会社は日本の伝統工芸品を扱う会社だ。国内だけでなく海外へも積極的に売り込んでいて、日本の工芸品の良さを国内外へ伝えることを使命としている。海外に住んでいて英語が話せる俺は、海外企業との取引を主に担当する部署に配属された。メールのやり取りだけでなく、オンラインで相手企業の担当者と会議をすることもあり、俺は通訳を任されることが多かった。いや、あの時の会議は持ち村がいてくれて助かったよ。ほんとほんと、俺たちじゃ海外流の冗談が理解できなかったからな。さすが海外に長く住んでただけあるよな。ありがとうございます。不安でいっぱいだった社会人生活だけれど、こうして俺の力を必要としてくれている人がいると思うとなんだか嬉しかった。それに父と過ごした海外生活に意味を見出せた気がして誇らしかったけれど、いいことばかりではないのが社会人生活というものなのかもしれない。母に心配をかけたくなくて、父のようになりたくて、自分で入社を決めたものの、配属先の上司である田村部長との相性は良くなかった。田村部長は難関有名私立大学の卒業生で、それが彼の自慢だった。お気に入りの部下たちもみんな難関校の出身者だ。そのため配属時に履歴書を確認され、高校もまともに卒業していないということで、俺はすぐに彼のターゲットになったようだ。おい持ち村、中卒のくせに他の社員より遅く出社とはいいご身分だな。お前のようなやつは誰よりも早く出社するべきだろう。え、それにお前、昨日は俺よりも早く退勤したよな。自分の立場分かってるのか。これだから常識のない中卒は。どうしてこんなやつが俺の部署に配属されたのか。俺の経歴に傷がつくじゃないか。しかし部長、持ち村は英語ができます。そのおかげでついこの間のアメリカの大企業との取引もうまくいったじゃないですか。同僚がかばってくれるものの、部長はお構いなしだ。はあ？大学を出ていれば誰でも英語くらいできるもんなんだよ。
部長はこれ見よがしに大きくため息をつく。はあ、今時大卒は当たり前。その大学だってピンからキリまであるっていうのに、そこにすら引っかかってもいない中卒社員なんて底辺も底辺なんだよ。いわば社会のゴミだ。そして俺の方に向かってしっしっと手を振る。ああ、バカな頭が映っちまう。俺に近づくんじゃねえぞ。中卒なんて社会不適合者なんだからな。この部には俺以外にも何人か高卒で働き始めた社員が配属されている。さすがに中卒で働いているのは俺だけだが、部長は学歴の低い社員には強く当たるのが常だった。おい、なんだこの報告書は。部長の声が部内に響いた。部長の前には報告書を持った山田の姿がある。山田は俺と同時期に採用された社員だ。学歴は高卒だが、高校卒業後に一人で世界を旅して回ったという経歴があり、人当たりがよくコミュニケーション能力に長けている。え？いつもと同じですが。はあ？これだから学歴のないやつは困るんだよ。こんな適当なものをよく上司に提出する気になれるな。ああ、学のない部下を持ったせいで俺の社内評価が下がるなんてやってらんないぜ。すみません。再提出しろ。いい大学を出たことが自慢の部長にとって、自分の部下に高卒や中卒がいることは随分と面白くないことらしい。大卒社員なら笑って許されるような小さなミスでも、俺や学歴の低い同僚がやらかすと一日中文句を言われる始末だ。近くの席から嫌な笑い声が聞こえてくる。また言われてるよ。これだから大学にも通ってないやつは。尻拭いをするのはいつも俺たちなんだから、しっかりやってもらわないと困るよな。俺たちに聞こえるようこれ見よがしに言ってくるのは学歴のある同僚たちだ。部長をはじめとする高学歴社員と俺や山田のような低学歴社員、高学歴のグループに所属する社員たちが部長に追随して嫌がらせを行ってくるので、俺たちは部内でも肩身が狭い。他の部は笑い声が聞こえるような風通しのいい職場なのに、この部だけいつも空気がよどんでいる気がする。お疲れ。まあいつものことだからな。山田は笑ってそう言ったけれど、その表情からは疲れがにじみ出ていた。ミスをしないように仕事をしても嫌味を言われ、ミスをすれば一日中文句を言われる。精神をすり減らして仕事をしていて、正直限界だった。だけど、父が亡くなってからずっと俺を支えてくれた母のことを思うと、こんなに辛い職場でも仕事を投げ出すなんてことはできなかった。そんなある日のこと、海外企業から一通のメールが送られてきた。そこには、お宅の会社との取引で商品を購入したが、指定したものと全く違うものが届いた。一体これはどういうことか、といった内容が書かれていた。どういうことだ？部長、こんなメールが届いているんですが、この企業と取引をしたんですか？ああ、大型取引だったからな。中卒社員じゃなくて、わざわざこの俺が直々にやり取りをしたんだ。しかし、商品が全く違うと連絡が来ていますが。ん？そんなことは知らないね。もしかして、メールに書いてあった商品内容を確認せずに送りつけたんですか？そんなものはお前たち低学歴がしっかり対処すべきところだろうが。まさかお前、中卒の存在で俺に口答えするっていうのか？部長が声を荒げた。これだから中卒は、この俺が直々に取引してやったんだ。お前のような脳なしは、言われた通りに仕事をすればいいだけだろう。それは企業の一員としておかしいと思います。思わず声を荒げてしまった。部長がやり取りをした相手です。きちっと部長から謝罪のメールと改めて商品を発送する旨を伝えてください。ああ、中卒が俺に指図してるんじゃねえぞ。
部内に部長の大声が響き渡った。だって大型取引だからわざわざ高学歴の部長が直々に連絡を取ったんですよね。その尻拭いを低学歴の俺にさせるのは違うんじゃないですか。正直我慢の限界だった。部長の勝手なやり取りでこういった連絡をもらうのは実は今回が初めてじゃない。過去に何度も相手方と揉めて、その度に俺や山田が頭を下げていたのだ。なんだと？言わせておけば中卒がいい気になりやがって。この俺に指図するような反抗的な部下はクビだ。今すぐクビだ。出て行け。中卒なんて会社のゴミ。今すぐやめろ。な、クビ？ただミスを指摘しただけで？わかりました。俺ももうあなたの下ではやっていけません。やめさせていただきます。俺は思わず捨て台詞を吐いて会社を飛び出してしまった。母さんの悲しそうな顔を思い浮かべ、悔しくて涙が止まらなかった。衝動的に飛び出してしまった俺はそのまま実家に戻ることにした。山田が気を利かせて人事に掛け合ってくれ、溜まっていた有給を使ってしばらく会社を休めることになったのだ。ただいま。お帰りなさい。少し痩せたんじゃない？久しぶりに会った母はいつもと変わらない穏やかな笑顔で俺を迎え入れてくれた。いきなり帰ってくるって連絡があったからびっくりしたわ。会社の方は順調なの？実はそのことなんだけどね、母さん。俺は母にこれまでのことを話した。母は最後まで黙って俺の話を聞いていた。そうかい。それは大変だったね。正直今後どうやってあそこで働いていけばいいかわからなくなってるんだ。そうだね。とにかく今はゆっくり過ごすといいわ。しばらくこっちにいるんでしょ？うん、有給が余ってたからね。それならしっかり体を休めてからどうするか考えればいいわ。それから数日後、俺は急遽開かれた我が社の臨時株主総会に出席するため久々に会社に戻った。臨時の総会とあって経営陣には張り詰めた空気が流れている。おお、なんだ、こんなところに中卒が何しに来た。聞き慣れているあの声がする。田村部長だ。俺の顔を見るなりいつもの嫌味が飛んできた。だけどここは社内ではなく株主総会の場だ。無視すんのか？中卒のくせに上司に対する態度がなってねえな。込み上げてくる怒りをぐっとこらえ、俺は目を伏せて部長の横を通り過ぎた。定時に始まった株主総会は順調に進んだ。後半に入り質疑応答の時間になった。俺は緊張した面持ちで手を挙げマイクを持った。学歴に関係なく一人一人の人柄、能力を重視した採用、風通しのいい職場というスローガンを掲げていますが、田村部長の学歴重視の態度は目に余るものがあります。このあたりについてどう思いますか？困りますね。質問の意図が分かりにくいのですが。部長が俺の言葉を遮るように言う。俺は一度深呼吸をすると言葉を続けた。部下を学歴で露骨に差別しているということです。出勤時間や退勤時間を強制したり、同じミスをしても学歴のある社員には注意せず、そうでない社員には厳しく叱責をしたりする。何をおっしゃっているのやら。それならもっと具体的に言います。バカな頭が映る、中卒なんて社会不適合者だというような発言もありましたし、部長のミスを指摘した際には中卒なんて会社のゴミと言われました。マイクを持った俺を睨みつけていた部長がバンと机を両手で叩きつけ、怒りをあらわにした顔で立ち上がる。握られた拳がわなわなと震えていた。てめえ一体何を言っているんだ。中卒にもかかわらず俺の部署で使ってやってるのにどういう了見だ。ああ、会場全体がどよめく。大体な、一社員であるてめえがそこで意見すること自体がおかしいだろうが。証拠はあるのか？証拠は中卒社員が俺を陥れようとしてるだけだろう。証拠ならあります。山田の声だ。
会場の視線が会場の一番後ろにいる彼に集まった。山田は備え付けのスクリーンを下ろすと動画の再生ボタンを押した。今時大卒は当たり前、その大学だってピンからキリまであるっていうのに、そこにすら引っかかってもいない中卒社員なんて底辺も底辺なんだよ。いわば社会のゴミだ。ああ、バカな頭が映っちまう。俺に近づくんじゃねえぞ。中卒なんて社会不適合者なんだからな。部長の数々の暴言が映像とともに流れる。何かあった時のためにとこっそり山田が録画していたものだ。映像を見た部長の顔が青ざめるのがわかる。ふざけるな。こんなものを盗撮じゃねえか。いい加減にしなさい。その時落ち着いた声が響いた。部長がさっと顔色を変え声の下方を向く。株主の皆様、お見苦しいところを見せて申し訳ありません。マイクを持った社長が集まった株主に向かい丁寧に頭を下げる。質問に回答します。確かに我が社は学歴に関係なく一人一人の人柄、能力を重視した採用、風通しのいい職場というスローガンを掲げております。しかし海外取引部の部長田村の態度に対しての不満は社内から上がっており、私も把握しております。この件に関しまして社として厳正に対処いたします。社長は部長の方へくるりと向き直ると、君の処分は追って伝えると厳しく言った。青ざめた社長はわなわなと震わせた拳を自分の手のひらに打ちつけると、そのまま俺の方に勢いよくつかみかかってきた。この中卒のくせに一体誰が面倒見てやったと思ってんだ。俺には子犬がキャンキャン吠えているようにしか聞こえなかった。俺は我が社の株主である母の代わりに株主総会に出席し質問をしたまでです。中卒の社員の親が株を持っているわけがないだろう。田村君、やめないか。社長が一喝する。やっと俺のネクタイをつかむ部長の力が緩んだ。持村君のご母堂は我が社の創業者の奥様だ。もともと我が社は持村君の父君が創業したが急逝してしまったために、当時副社長だった私が急遽社長の席を継ぐことになったんだ。嘘だろ。田村部長はその場でへなへなと座り込んだ。当時母が社長の席に着くという話も出たそうだが、俺のこともあり母はそれを辞退したそうだ。母はその後父が持っていた会社の株を相続し我が社の大株主となったというわけだ。せっかく我が社に入ってくれたのに辛い思いをさせてしまって悪かった。田村部長については厳正に対処することを約束するよ。社長は俺に向かって丁寧に頭を下げた。株主総会の後、部長は俺を含めた社員への数々の暴言だけでなく、会社の金を横領するという不正を行っていたことが発覚。一緒に不正を働いていた部下たちと共に懲役解雇となり、会社を去っていった。噂では再就職先を探しているものの、年齢と面接での態度などが壁となり、なかなか就職先が決まらないらしく、真っ昼間の公園のベンチにうなだれて座っているのだとか。田村部長のいなくなった海外取引部の部長には山田が抜擢された。彼の行動力と持ち前のコミュニケーション能力であんなによどんでいた海外取引部は、今や社内で一番配属されたい部に生まれ変わった。海外企業との取引もこれまでよりスムーズに行われている。俺はその後コンプライアンス部に移動。パワハラの横行していた社内の体制を一新するため、業務の見える化を促進。社員がそれぞれ滞りなく業務を行えるシステムを作り、社内の雰囲気を変えることに成功した。古参の社員も新人も和気あいあいとした雰囲気で仕事に取り組めるようになり、自然とミスも減り、我が社の業績も上がった。実はあの後、社長から社長の立場を創業者の息子である俺に返したいという申し出があったのだが、俺は断った。今の俺では力不足だと思うからだ。俺の学歴は変わらないけれど、学歴ではなく人柄を見て採用してくれた社長には感謝している。だからこそ一社員として会社に貢献したいと思った。
そして何より大好きだった父が創業したこの会社をより大きくしていくことが今の俺の目標だ。父さんはよく日本の良さを伝えるためには日本人である自分の態度や姿勢も大事だって言ってたよね。それは人と人とのコミュニケーション、信頼関係も同じだと思うんだ。誠実な態度の人のもとには誠実な評価がつくし、そうでなければいつか化けの皮が剥がれる。俺は父さんのように誰にでも誠実で堂々としている、そんな人になるよ。だから空の上から見守ってください。今でも社長は時間があると俺の実家に羊羹を持ってやってくるそうだ。俺も次の休みには父の好物だった羊羹を持って実家に帰る予定だ。